撃墜した時間はこの通り、他に機影は確認できませんでしたが。ですよね。おかしいな。会場の反応は何だったんだろう。フェイトさん。あ、シャーリー。すみません、警戒レベル下がりましたんで、そろそろ地上本部の方に。うん。お食事食べ損ねちゃいましたよね。ささっとお腹に入るものを用意しときますから。うん、ありがとうシャーリー。キャロ、エリオ。もう出ますか。こっちは大丈夫です。ロッカの捜査部の皆さんも来てくれるそうですし。ごめんね、食事。平気です。また今度。あ、そうだ。フェイトさん、まだこれから会議とかありますよね。よかったらこれ。キャンディ。いいや、キャロのでしょ。実は何個かあって、さっきエリオ君と半分こしたんです。おいしいですよ。ありがとう、キャロ、エリオ。じゃあフェイトさん、行ってらっしゃい。うん、フェイトさん、なんだか、うん、シャーリー。はい。どうかしました？さっき食事用意しといてくれるって言ってたけど、あれ、いいや。なんか今夜は胸がいっぱい。航路正常。現地到着まであと4時間25分です。次元流の乱れありません。うん。はい、艦船クラウディア艦長、クロノ・ハラオウンです。いや、クロノ君、アコースです。エロッサ、どうした？何、いつもの世間話タイムだよ。軌道六課のあれこれとか含めてね。ああ。こっちにも話が来てた。高町1位が保護責任者になったことも、うん、ビビオだっけ、あの子の引き取り手の件なんだけど。ああ、どうなった？やっぱりダメだね。ユウの先生にも伺ったりして、いろんなところを当たってみたんだけど、引き取り手はかすりもしない。まあ、仕方ないだろうな。普通の子供ですら、そうそう見つかるものじゃない。不幸な子供ってのは、後を絶たないものなんだね。まして、普通と違う部分を持って生まれた子なら、余計に行き場をなくしやすい。うん。いや、あ、すまない。浅はかだった。あ、なんだ、僕のことか。僕もまあ、不幸といえば不幸な生まれだったけど、今の人生は実に充実してるんだ。気を使ってもらってもキョトンとするばかりだよ。あ、グラシア家に拾われて育ててもらって、家名も能力も捨てることなく、それなりの職につけて、今はこうして心許せる友人や可愛い妹分までいる。悩みの種といえば、その妹分が生意気なのと、おっかない教育係がすぐに暴力を振るうことくらいでね。違いない。まだお風呂だと思う。エリオ君、フリード、ここ。キャロ、お風呂もう上がり？うん。エリオ君は？なんとなくぼーっとしてた。そっか。ご一緒してもいい？もちろん。どうぞ。よいしょ。いい風だね。今日は天気もいいし。星も綺麗。キャロの故郷は星の綺麗な世界だったんだよね。うん、アルザスの夜空は本当にすごい数の星が見えるの。僕が星を見たのは、フェイトさんが僕を見つけてくれてからだな。研究施設にいた時は星なんて見なかったから。
不思議だね。私たち生まれた世界も過ごしてきた時間も全然違って、悲しいこととかたくさんあったのに、今こうやって一緒にミントの星空を見てる。フェイトさんが僕たちを見つけてくれたから。そうだね。ねえ、フェイトさん、今日、うん、やっぱり寂しそうだったね。心配かけないように頑張ってるつもりなんだけど。うん、フェイトさん優しいから、僕たちが甘えたりすると大変だし。仕事は頑張れてると思うけど、もしかしていろいろ空回りしちゃってるのかな。フェイトさん、最近ますますお仕事大変だし、だから迷惑かけないように二人で一緒に頑張ろうって決めて。うん、フェイトさんに笑っててほしいだけなのに、なんかうまくいかないね。どうしてだろうね。うん、どうしてだろうね。おかしいよね。今日の晩ご飯も美味しかったね。訓練ないのにちょっと食べ過ぎたかも。あれ、エリオ、キャロ、こんなところで何を。スバルさん、どうしたの。エリオまで。いえ、あの、なんでも、なんでもないんです。そんな顔して、なんでもないことないでしょ。悩み事？あたしらで相談に乗れることなら。その…フェイトさんのことなので。お母さん関係か。あたしらだとちょっと弱いジャンルね。すみません。謝んない。ほら、涙拭きなさい。すみません。ありがとうございます。でもどうしよう。フェイトさんのことで相談するとなると、シャーリーさんは外だし、ナノハさんはビビオと一緒だろうし。あ、そうだ、フェイトさんについての相談ならベストな相手がいるじゃない。わかった、あの子ね。うん、フェイトさんのことをよく知ってて、しかも二人の理解者でもある、あの子。エリオ、キャロ、オース。うん、ごめんね、ハルフ。何？ちょうどチビたちを寝かしたとこだよ。で、どうした？実は、フェイトさんのことで。フェイトさん、会議お疲れ様でした。あ、車は回収して地下駐車場に止めといてもらいましたから。うん、ありがとう、シャーリー。本当、どうされちゃったんですか？まあ、その、いろいろとね。フェイトさん、前々から言ってますが、執務官と執務官補佐といえば、これはもう姉妹も同然。お悩みでしたら、何でも打ち明けてくだされば。うん、嬉しいけど。そうですか？私にとっては些細なことだけど、あの子たちにとってはすごく大きなことかもしれないから。ああ、エリキャロ関係ですか。あ、いや、それならやっぱり専門知識のトラブルは専門家に聞くのがベストですよ。専門家？ええ、親子関係の専門家といえばいらっしゃるじゃないですか、フェイトさんのごく身近に。あら、フェイト、しばらくぶり。はい、ごめんなさい、母さん、急に。娘が母親に連絡してくるのに急にも何もないじゃない。で、どうしたの？実は、エリオとキャロのことで相談が。